バトゥール山は、インドネシア共和国バリ島北東部、バリ州、バンリ県キンタマーアニ郡にある標高1717 17メートルの火山である。バトゥール山として語られるのは、塩水系の山体の部分が多いが、これは楕円型のカルデラを伴う大型のバトゥール、火山の中央下高級である。中央下高級の南西6から南東6にかけては、新しい溶岩流により、植生もまばらである。 カルデラ内には人が居住しており、中央下高級の北陸に工作地や人家が見られる。外林山の南西園には観光客用の飲食店などが集まる。バトゥールカルデラは古希カルデラとその内部に形成された新規カルデラからなる。外側のカルデラは約29,300年前の噴火で形成。内側のカルデラは約21,150年前に形成された。 カルデラ内の中央化高級登録には三日月型のバトゥール湖が形成されている。カルデラ島園に位置する清掃火山のアバンサンは標高が2151メートルでこれはバトゥール山よりも高い。バトゥール山は活火山であり活動は非常に活発である。インドネシア火山地質災害対策局によると1804年から2000年までに26回の噴火が記録されている。 ありがとうございます。